絶対吹き替えで見た方が良かったのがですね、レゴザムービーですね。これはですね、ものすごい悪ノリなですね、吹き替えのですね、なんだろう、翻訳がすごい楽しいしですね、あと延々バックでレゴが面白いことやってるのでですね、字幕読んでる暇はないんですね。多分ね、今年で一番面白かった映画というか、今年で一番楽しかった映画なんですよ。見終わった後の幸せ度もすごいし、ここら辺は僕があんまり語るよりはですね、いい映画ほど語りにくくなると、いい映画ほど語りにくくなる、そしてロボコップみたいなやつは覚えてないから語れないというやつです。俺が大体語るのはディスりやすい映画ばかりになってしまうんだけど、レガザまあまあ良かったとコメント、いい加減にしろ、まあまあのはずがないと。でもね、最後の方のね、なんかそのクライマックスの方でちょっと意外な展開があるんですよね。で、その意外な展開あたりのもたつき加減というかベタさ加減がやっぱりね、鬱陶しいかもわかんないですね。でもまあ俺は好きです。好きでいいのか、そう、ありのままでいいんだ。あ、違う、レディゴー。